で、まあ、ね、ここまで、ね、YouTube 見ると、エデンの花映画でさ、いや、見たいと思うわけですよ。で、見たいと思って、あ、ちょっと映画館行きたいな。映画館で、まあ、ちょっとね、時間経てばさ、やるかもしれないよ。あの、金曜ロードショーとかさ。まあ、いろんなとこでやるかもしれないけども、今、ホットだし、今、自分の気持ち的にも火の鳥だから、自分の気持ち的に火の鳥ってのはあれなんだけど、まあ、ホットなんで、映画館でちょっと火の鳥見たいな、エデンの花見たいなっていうことで、まあ、エデンの花は、手塚プロダクションの中では紹介はされてないんですけども、まあ、さっきね、紹介した YouTuber が火の鳥とか都市伝説的なものを話している YouTuber の、サイトで去年か今年の頭くらいに見てるんですよ。見て、あの望郷編の望郷編っていうのはこういう感じですよ、エデンの花っていうのはこういう感じですよっていうのを語ってる人たちを、見て聞いてるので、まあ、大体イメージはついてるんだけども、ただね、まあ、手塚プロダクションのアニメはもちろん見てないので映画見たいじゃないですか。で探したら、あの検索して近くでやってないかな、近くでやってないかなっていうか、まあ、普通にね、あのテレビで CM も流れてるしやってると思うじゃん、と思って調べてたんですよね。最寄りで映画館ないかなと思って、まあ、空いてる時間だよね、何時から3時から、まあ、5時とか、まあ、6時から8時とかいろいろ各時間帯であるじゃないですか。でそういう調べて出てこないから、あれ ないのと思って調べたんですよ、まあ、さらに深く調べて、まあ、何区みたいなところまで調べたのに出てこないんですよね。やってないの、これがびっくりすることに。近くでやってなくて品川まで行かないと、まあ、最寄りだと品川まで行かないと映画館がないと、上映してるところがないと。え、そんなっていうちょっとショック。まあ、チャリで行けるとか歩いて行けるとかっていう範囲内で、このエデンの花が上映されていないことが非常にあれですね、残念ですね。ちょっと品川だとね、電車使わなきゃいけないんでちょっと遠いかなっていうのは思いますね。ちょっと残念ですね。見たいですね、エデンの花ね。いや、すごい見たいですね。映像もね、なんかあの一応その番宣みたいの YouTube に見て綺麗だし、エデンの花見たいなって今すごく思ってます。まあ、ちょっと今週はいけそうもないので来週行こうかなっていうのは考えたんだけど、来週健康診断があるんだよね。まあいっか、それが終わったからでもいいかな。ちょっとエデンの花見たいなと思ってます。